皆様こんにちは、ストリートファイター6のね、実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレス A2 ボタンでございますけれども、どうですか今の冒頭の間、この間こそですよ、ベテランゲーム実況者のなせる技なんじゃないかなと自分は思うわけですよ。そう、プロレスでもですよ、ベテランのプロレスラーは若い選手にはフィジカルでは劣りますよ。そして怪我も多い。ただ少ない技で、そして間とかを取りつつ、うまくですね、試合をコントロールして、そして観客を魅了すると。自分もね、年取ってきましたから、そういった域に早くたどり着きたいなというふうに思っているわけなんですけれども、まあやっぱりこの年を取ると失うものもありまして、その代表格が記憶なんですよね。この記憶力のなさっていうのが、まあ、最近の悩みだということは常々お話しているんですけれども、今日なんかはですよ、昼間にこの動画の冒頭の雑談コーナー、雑談コーナーっていうとまあコーナーみたいになっちゃってますけど、まあ雑談で何話すかっていうのを決めたんですよ。これだ、これだったら話膨らむぞというふうに思ったら、もう完全に忘れました。完全に忘れましたね。何かそのかけらが脳の中でぐるぐるして、じゃあちょっと思い出せそうとか全くないです。もうなんか、あーよだれだらーみたいな、あ、なんだっけ、あ何食べたっけ、あーびちゃびちゃびちゃみたいなねちょっとね、脳が溶ける音がねしてくるわけなんですけれども、まあでもそうこうしているうちにね、対戦に移れそうなタイミングになりましたんで、いいとしましょうかね。まあ、代替案としましては、例えば自分の大好きなあのろくでなしブルースの強さランキングを決めようとか、まあ、先駆け男塾の強さランキングを決めようとか、まあ、そんなこうなんか、ね、仮の企画みたいのあるわけですけども、まあ、見てる方の多分9割9分9厘分かんないでしょうからね。まあ、ろくでなしブルース上位はね、どうでもいいんですよ。もう葛西なのか川島なのか前田大尊なのか、まあ、前田大尊のお父さんとかね、お兄さん藤尾とか、あの辺は一旦置いといてっていう風に考えると、その下ですよね。ごめんなさい、すみません。さあかな、おいおい、はい、お、はい、あ、じゃあ、え、ラッキーアタック、投げれちゃうんだな変な気分、あ、いや、あ、やべ怪しいガエルだなこれでいいんでしょうか。相手の方に、おー、痛い、あ、やべ、ラッキー、そこだ、飛んでくるはず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 、飛んで、もういいです、もういいです、飛んでくるんかーい、これが大人の読み合い。バーンアウトしました、なぜか。逃げろ、ナッパー、相手の方どうした、バックドロップ、ちょっと何この戦い、楽しすぎるやべやべやべ、助けて、ああ楽しいよ、すごい、これと格ゲートムとジェリーですね本当にバックスバニーでもいいですよひどい、なんて戦いだ、耳どうしたもんだろう。まあ6ブルーはですよ、まあ、やっぱりね、諸説あるのが東京四天王問題ですよね。まあその中で葛西が最強だっていう説が濃厚だと思うんですけれども、まあでもやっぱり1勝1敗の前田大尊、まあなんかいろんな部分も含めてやっぱり前田って強いなって思うんですよね。まあ葛西が圧倒的な感はありますけどもね。まあ鬼塚もやっぱりまあちょっとこうね、いろいろと負けてるシーンなんかもありますけれども、まあでもやっぱりその肋骨を痛めてるから的なフォローがあるあたり、
まあ、ちょっとこう勝負論の中にはまだ入れといてくださいっていう作者の意図を感じますよね。肋骨が感知してれば結構この辺ともやり合いますよ感はずっとこう後半まであったと思うんですよ。問題は薬師寺ですよね。いや自分薬師寺好きですよ。まあ皆さんも多分好きだと思うんですよ。嫌いってことはないと思うんですよね。ただ天皇相手の方なんかそのおしゃれ感出してますけども、なんかなんだろうこの差し返し感ありますけどもね。はい。いいんですかい。ほっ。ウィリゴー！いや、これはちゃんと対空として打ちましたよ。キャンスパイク！なんかでもやっぱり、剣を使ってるプロゲーマーって多いじゃないですか。で、そういう人たちってやっぱこのね、達人のような動きをするわけじゃないですか。だからなんか、それに憧れてる感は感じますよね。でも剣なんてドタバタしてた方が強いのに。達人？達人は保護されている。あ、波動拳なんだ、ブッパ。へー、あ、やべ、やべ、怒られちゃった。あいやー、首刈り、首刈らない、最悪です、やれない。はぁ、俺は立ってる、達人だ、保護されてるんだ。どうした、達人っぽくないぞ。そろそろぶっぱしゃー、当たった、珍しい、3年に一度しか当たらないと言われているキラービーアサルト3、そんな名前じゃないか。パンアウトよ、我に力を。首刈り族確定、どうもこうもない。ずっとガード、あ、何、あ、なんかカクカクしてた今、スーパーツリーを入れてる。あ、なんだこれ、あー、なんだこれ、知らない技で助けてくれ、終わる終わる、マジで終わる、終えない。おらー、これが俺のとっておき、よかったね、ブッパ最強守り神。この後ろ姿に何を思うか、ゲームマスターズというところでしょうかね。いや、しかしね、まあ678ブルースはいい感じに終わりましたよね。なんかあれ以上続けていてもちょっとこの打足っぽくなってきちゃってたと思うので、で、あの森田正則先生はね、その後ルーキーズとかべしゃり暮らしとか、まあ、いろんな作品を書いてらっしゃるんで、しかもそれぞれがすごいヒットしてますからね、もう十分すぎるというか。あれ、これ何戦目でしたっけ、ちょっと待ってくださいよ。初戦はガイル、2戦目が今のか、今のか、3戦目ですね、これがね、調子いいですよ。6ブルね、あの薬師寺って、まあ、空手のね達人ではあるんですけれども、あの感じ、もう東京四天王どころかどっかのナンバー2と同じぐらいですよね。いや、ナンバー2より弱いかもしれませんよね。だからその赤城とか、いや、なんならだから浜田とか輪島とかそのぐらいの感じですよね。なんかあのモダンの方っぽいルークですね。食らいます、逃がしかい、ファイヤー、カンカンすんな、動くんじゃないよ、やっぱ動いてください、バックドロップからのバックドロップからの、さあ、あー、やべ、そこじゃない、食らいません、あー、足投げ有効、マリーザだからね、ファイヤー、
このチューチューが最強ですからね。ユーリフレームから打つこのチューチュー。ヘイヘイチューチューヘイチュー。なってます。やべ、やりすぎた。ジャスト絶対飛んでくる。そろそろね、飛ぶ空気を感じます。あれで投げ取る。どうしたならば、いやってない。ほいほい、ごめんなさい、ミスった。半端あります。なんでこっち選んだんでしょうね、珍しい方。ありがとう。これは投げかく、あっ、ショー、コンボ合ってるか分かりませんけどね。私の愛だ、ハート。すごいなんか笑顔ですよね。なんかあの顔見覚えがあるんですけど、なんかあんな顔の土偶なかったでしたっけ。いや違うか、太陽の塔か。いやちょっと待ってください、なんか見覚えありません？自分の言ってること分かります？伝わらないかな。あのハートでなんかあのにこやかな笑顔、どっかの博物館か、いや写真か。いやまあ間を取ってミャクミャク様ってことにしときますか。まあ6ブルはね、本当にね、そんな感じだと思うんですが、まあ、あとはね、先駆け男塾キャラランクとかですよね。男塾。まあ、やっぱり上位はどうでもいいんですよ。じゃあ、まあ、枝平なのか、桃なのか、で、まあ、ついで、邪気とか、伊達とか、東堂とかですかね。まあ、だから、四天王とかですよね。男塾3号生四天王とかがどうなんだいっていうところですよね。やっぱ自分が考えると、まあ、ラセツとかやっぱね、一番弱そうなんですよね。腕なくなっちゃったし。でも、マンジマルとか、センクって、多分無敗ですよね。違います？あ、よいしょ、よいしょ。あれですよね。大神パーレン制覇では、負けてましたけど、硬いな相手の方。そんなコンボない。あ、違う、こっちユリフレームなのにぶっぱ。甘いです。危ねえ、また今立ち中パンチ、しゃがみ中パンチ、スパイラルアローっていうコンボ。これいつの時代のキャミーだろう。そんな時代あったかな。やべえ、すげえ硬い。あい、無理か。エスパーインパクトが。あ、投げ。あ、なんかあれ確定っぽかったな。やべ、また中盤しゃがみ中。なんかね、戦いの中で癖になるともう終わりなんですよね。ブッパパーン。確ってる。下方向に反転の強いパンチ。まあ、剣とかルークの強さってもうマジでこれですよね。ジャンプ攻撃の強さ、あれがね、竜にも会ってあげてほしかったですけどね。後ろ投げをしてしまいました。しかしこれはガード投げってやつですから、まあ、大事な要素です。当たるんかい。かくってない。スーパーツ入れ込んでますよ。波動拳打ちなさい。まずい、これ攻めないとダメだ。これ確定ですよね。いいんですかーい。あぶねー、うまく返せました。パッと出されるインパクトは反応できませんけれども、なんかこうもみくちゃになってる時に相手の方の動きが少し遅くなるんですよね。そうすると、あ、あ、これはインパクトですねっていう、なんかその脳裏に走馬灯のようにいろんなことが思い出されて、それでもなお返せるぐらいの余裕がありますからね。もうコパパパパパパとかやってるとドゥーン
んみたいな。でも何もないところのインパクトは返せません。あれはね、もう老人の反応速度を超えてますからね。いや、自分は千空好きでね、まあ、羅刹も好き、まあ万事丸も好きなんですけど、なんか千空がね出番少なくてちょっともったいなかったかなっていう。ああいうね、技のデパート系キャラ好きなんですよ。だからドラゴンボールで言ったら天津飯とか、はあ、今回全勝で終われるんじゃないかというところで、オーバーザフューチャー2位が来るだなんて。渡るシム、集中していきましょう。かなり来てる、あ、敵のパワー、マジ、あい、やべえ、勝てなそう。違う、ナイスじゃ、相手の方なんか恐る恐るだな。なんかこれ友達になれそうだ。いっくぜ、すごいコンボだ。やべ、あ、やべ、ほい、いや、かかんな、ほい、飛んでくるはず。なんだこの戦い。やばい、オーバーザフューチャーはどうですか。手足が伸びるっていうことよりも大事なことなんて格闘においてはありません。リングがあるならともかく、リングがあったら多分ね、手とか足をロープに結ばれちゃったりするんですよ、プロレス的な発想で言うと。確定です。コツコツドカン。さらにはどうですか、フリーフレーム連携です。自分の得意なフレームヤンクック、わーい、出れねー、ラッキーです、ラッキーです、ラッキー、インパクトそろそろ来そうだぞ、最悪、あ、オーバーザフューチャー式、何聞かない、無敵な、ボタン間違えた、いやクック、あ、間違えちゃった、あー、ゲージなくなっちゃった、おお、酒飲みめ、やべえ、ゲージない、絶対バーンアウトしちゃダメ、バウンドしたの？誰か答えてくれ。ウーフェイ！オーバーザフューチャー！わあ！どうしよう。ヒゲが焦げちゃう。どうだ？ある。あー、めちゃくちゃドキドキしました。さあ、驚きの吸引力、ダルシムの頭は世界一と。いや、これね、再戦したい気持ちもまあありますよ。ただダルシムはちょっとごめんなさい。ちょっとこのね、自分の中でね、この三弱の一人、あの伝説の三弱、まあポケモンで言ったら最初のあの御三家ですよ、ポケモン選ぶ御三家、そんなようなもんなんで。御三家ってポッチャマしか知らないんですよね。ポッチャマとピカチュウとトゲゾウちょっと待って、ポケモンってあんまりちゃんとやったことないんだよな。あのポケモンレジェンズ、レルセルムみたいなやつはやりました。あれ以外は多分クリアまでやったことないんですよ。だからちょっと怪しいですけど、まあまあ、でもまあね、ダルシムもそこに入れてあげてくださいというところで、まあ、今回はね、取り留めもない回になりましたけれども、取り留めじゃない回があったのか果たして聞いていきたいところでありますが、チャンネル登録もちろんお願いしたいですし、チャンネル解除も
お願いしたくありませんので、引き続いてどうぞこのセントスをどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。